はい、どうも皆さんこんにちは。 TI からのプライスと申します。今回ですね、本当に数時間前に、シーズン7のパッチノートが APEX の公式からリリースされました。早いですね。なんか普段ってシーズンが始まった直後くらいにパッチノートが公開されて、そっからリーカーたちがこうバーって動画上げ始めるんですけど、今回なんとシーズン7が始まる2日前ですね、2日前にもうすでに情報がリークされるっていう、結構早めの判断ですねこれ、 APEX の公式ということで、今回どういった部分がシーズン7で変わっていくのかと、僕個人のね、独断と偏見を踏まえた勝手な意見をね、述べつ幕なしに述べていこうかなと思います。ということでね、この動画、まあ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、じゃあまず見ていきましょう。はい、でまず一つ目がこちらですね。ホライゾン、まあこれ新しいレジェンドですね。これはもう以前からまあ皆さん知ってると思うんですけども、まあ戦術アビリティが重力リフトで、アルティメットがブラックホール。まあこの重力リフトっていうのはまああれですね、こう投げて上昇するやつ。あとアルティメットのブラックホールは敵を吸収してダメージを敵に与えるっていう、そういうあれですね。まあダメージを与えるタイミングはなんか最後の最後にブラックホールが爆発するっていう、そういうアルティメットらしい。で次に新しいマップオリンパス、オリンパスですねこれ。まあどうなんだろうね、なんか結局広いのか狭いのかよくわからないんですけど、まあでもなんかエースーさんとかなんかそこら辺の人たちがまあ動画アップロードしたんですけど、まあ、それ見る限りまあやっぱワールズエッジとキングスケネの中間あたりに位置するサイズ規模のマップかなと思います。でもマップ自体は非常に面白そうでしたねこれ。で次に新しい車両トライデント、まあ、このトライデントに関してもそこまで解説する部分はありませんね。まあアークスターで、スタンを食らうっていう、そこら辺は、まあ、そこら辺のプレイヤーと同じような仕様になっていまして、で、一応ブースト機能があるっていう。で、ブーストしてる間は、通常の速度の2倍から3倍ほど、速度が速くなるっていう、まあ、ここには書いてないんですけど、っていう、仕様がありますね、これ。はい、じゃあ次。オリンパスプレビュー。これはですね、全部、全員のレジェンドが武器を持てない状態で、3回、要するに3試合分の時間だけ、オリンパスを自由に歩き回ることができます。だからこれのモードの何がいいかっていうと、例えばこうスプリット1すぐにこうオリンパスでランクマッチが始まるじゃないですか。でそこで立ち回りを構築するために、まあ、このオリンパスプレビューのモードを使って立ち回りを研究するっていう、そういう、まあ、ために使われるんじゃないかなと僕は予想してますね。次にクラブ機能。はい、もうこれも TIE 全員待ち望んでました。はい、もうね、これで TIE クラブ一つのね塊としてね、しかもこれクラブペンギンって書いてあるじゃん。そう、ペンギンさんリーダーね筆頭にして、まあ TIE クラブのあれが作れるっていう、クラブが作れるっていう話ですね。でエンブレムは多分これ自作できると思うので、これで Take It Easy のロゴを使えば結構いい感じのクラブになるんじゃないかな。上記、これはスチーム版のリリースですね。まあ、ここら辺はまあ、どうでもいいでしょう。はい、次にバトルパス。まあ、バトルパスも以前と同じように、多分110レベル上限の、まあ、こういったレジェンダリースキンが出てきますね。これ、オクタン、かっこかわいいんだって、マジで。かっこいいし、かわいい。うん。レイサー、さすがですね。はい、で、次。アタッチメントスワップ。レプリケーターの更新。これはですね、まあ、クラフトプールから武器を削除。ああ、まあ、武器なくなるんだね。だ今まではプラウラーとかエヴァ8とか、あとディボーションとかそういうの作れたけど、これからは作れなくなるっていう、そういう仕様変更ですね。で、あれですね、医療キットの部分がシールドバッテリーに変更されたらしいです。で、ただ、レベル3くらいのアタッチメントは、今まで通りレプリケーターから作れるっていう、そういう話ですね、これ。で、次。クラフト後の、最初の5秒間。だから、クラフトを作ってから5秒間は他のプレイヤーが、自分のアイテムを拾えなくなった。これ純粋いいよね。嵐対策にもなるし、まあ、いざこざ起きなくもなるから、これで。非常にいい変更だと思います。で、エアドロップクラリティ。これはですね、ケアパッケージあるじゃないですか。あれ、今までライフラインと、天然のケアパッケージ、同じ色だったじゃないですか。水色で。ただそこは、ライフラインのケアパッケージが水色の光を放つようになって、天然のケアパケは赤い光を放つという、そういう仕様変更になりましたね。で、その他、アークスター、ん？これ近くのアークスターモデルを表示するようになりました。ここら辺ちょっとわかんないね。まあ、ここら辺飛ばしましょう。多分どうでもいいはず。はい、マップローテーション。2週間ずっとオリンパスですね。これは。
で2週間後にワールズエッジとオリンパスでずっとループするっていうキングスキニオンは、ここはもうしばらく出てこないらしいですね。はい。で次、これ俺待ち望んでたバンガロールの強化、まあ強化って言ってもあのウルトの爆発する秒数が8秒から6秒になったんだよね。だからこうさ、許してあげるっつってこうあの投げるやつ、あのなんかあれ発煙筒みたいな発煙筒投げて、で投げた瞬間からこれは6秒になりました。まあただあのあれ正直ね、まあ俺の運用方法なんだけど、あの発煙筒投げるじゃん、で投げてからあの敵の方向に突っ込むっていうムーブをたまにするんだよ。だからそこで6秒間で爆発されるとちょっと立ち回りを変えなきゃいけないかなっていう、そういうまあちょっと難点がある気もしますけど、ただ逃げる際には8秒から6秒っていう短縮時間は非常にまあ有効なアップデートになってくるかなと思います。はい、次コースティック。コースティック、あのガスの中いるとき、なんかあのめっちゃこう目しょぼしょぼして何も見えんかったやん。それがなくなった。ただし、まあ、なくなった代わりに、まあ、このダメージを1秒あたり、まあ、6から最大12ダメージ入るようになったので、これはもう、まあ、なんだろう、まあ、言ってしまえば強化なのかもしれないね。結局は、あの、動ける速度っては変わらないんで、だから敵が見えるようになったとしても自分のダメージはめっちゃ食らうっていう、そういう仕様変更になりましたね。で、次。ミラージュ。おとりの体力が45になりました。だから、まあ、今までは、まあ、結構あのおとりって一発でも撃たれたらすぐにこうファンって消えるけど、まあ、それの体力が45になったからこれも実質強化やね。次、奥さん、回復率が2倍。これはあの注射器刺すじゃないですか。で注射器刺した時にからあのこうだんだん体力自動で回復していくじゃないですか。それが1秒あたり1ヘルスポ、1ヒットポイント回復するようになりました。今までは1秒あたり 0.5 ヒットポイントだったんだけど、そこが1秒、まあ、要するに2倍の回復率になったっていうことやね。ここ書いてあるけど。はい、次。ワットソンのフェンスのダメージが、10から15に増加しました。これも、まあ、純粋な強化やね。で、次、ローバ。そう、あの、ローバのブラックマーケットあるやん。この、あの、アルティメット。そう。で、アルティメットで、あの、今までさ、弾拾ったらさ、弾2回拾ったのもそれだけではい、使えませんって感じだったやん。で、ただし、そこ、弾をいくらでも拾えれるようになりましたっていうアップデートやね。これはマジで強化だと思う。で今までさ、結構弾数少ないなって時に、ローバのアルティメット展開するやん。で、アルティメット展開しても、なんか結局弾だけで他に欲しいものがあってもそれ拾えないみたいなことがあったと思うんだけど、弾をいくらでも拾えるから、継戦能力がバカ強くなった、ローバは。だからまあ、ランクマッチとか、まああとはこう、ダブハン取る時のムーブとかにも結構、まあ、有用なんじゃないかなって思いますね。はい、次、城壁。これランパートですね。ランパーとスピンアップっていうのは、ミニガンを撃つとき、初めにこう、グーンつって回転するじゃないですか。そう、回転してから、あの、撃ち始めると思うんですけど、それが2秒間今までかかったんですね、撃ち始めるまでに。それが 1.25 秒。まあ、実質、まあ、あの、2分の1くらいには下がりましたっていう話なんですね、これ。まあまあ強い。まあ強いけど、まあ正直、固定放題だよねっていう、そこを、さっきのトライデントで、固定、あの、ランパーとのシーラーを乗っけて、もう固定放題からめちゃくちゃこう動き回れる超強いこう機関砲になるっていう、そういう話ですね、これから。で、次はこれはあの戦術アビリティの壁なんですけども、この壁が今まで構築するのに4秒かかってたんですけど、これがこれからは3秒になります。で、次これ皆さんお待ちかね、パースファインダーですね。これはもう超強化っす、マジで。ヒットボックスに関してはまあ本当にまあミリ増えたかなってくらいなんだけど、まあでも正直そんなに変わらない、これは。だから、まあこのヒットボックスの変化によって、まあ今までより顕著にこう、火ダメ結構当たるかなって言われると、別にそんなこともない。まあ小柄もそのまま 5% のままなので、ここはそんなにヒットボックスの変化はないでしょう。で、次にグラップリングフックが、これはですね、グラップルのクールダウン、今まで最大35秒かつ、こう、35秒から、さらに移動したらなんか下手したら40秒とかになったじゃないですか。それをまあ30秒に引き下がりました。で、まあ、要するに30秒以上は絶対にもうクールタイムはまあ発生しないっていう、そういう話ですね。なのでそうですね、パスファインダーのグラップルがもう強化されたっていうことで、これパスファ使いもうまあみんなエペックスに戻ってきていいんじゃないですかね。今までちょっとパスは弱体化されたからエペックスちょっとそうになるわって言ってた人たちも、
まあ、そろそろ戻ってきていいんじゃないかなって気はしますね。って感じかな。で、パスファインダーのこの強化なんだけど、まあ、この他にもそれ以外の、あの強化があって、地面に落ちるまでの速度、これ300ユニット秒から500ユニット秒に増加しましたって書いてあるやん。これなんだけど、なんだろう、地面に落ちるまでの速度だから、つまりどういうことだこれ。ちょっとよくわかんないんで、あの次行きましょう。すいません。で、武器メタサプライドロップ、これ RQQ がダメージが12から11に変更されましたけど、これはもう通常武器になったんで、だからシーズン6と同レベルのあのスペックで、あの RQQ が返ってくるっていう話なんですね。で、プララがあのサプライボックスに行ったじゃないですか。あれ、あのなんとそのままらしいです。何もかもそのまま、マガジンサイズ35だし、ダメージもそのまま、このままケアパケに行くっていうね、何の強化もされなかったね結局。いやーマジで、まあ、それほど強かったってことだね、プラウラーが。まあ、あれは強かったと思います、僕は。で、次。完全にキット化された武器。ん？これどういうことだ？はい、で、次。ヘムロックの弱体化ですね。まあ、これは、まあ、そうですね。反動パターンが増えて、で、あの、今までより反動が増えた。で、ヘッドショット倍率、今までめちゃくちゃ高かったじゃないですか。あのヘムロック確か22ダメージでヘッドショット入れたら44ダメージ入るんですよ。それが 1.75 倍なので計算するね。だから、まあ、今まで44ダメージ入ってたとこがこれからは38ダメージか39ダメージになるっていう、そういう話ですね。で、次、大混乱、大混乱、これハボックですね。ハボック、反動パターンを更新しました。キックアップ、次に右、次に左、そして再びキックアップ。反動パターンが、これあの反動が増えたっていうより反動が変わったって話なので、だからこれ大した弱体化ではないかなって気はしますね、ハボックは。で、次、エルスター、これが強化らしいですね。トリガーを離した後、エルスターのベント時間、これは要するにあのトリガー離すじゃないですか。で、離した時に若干クールタイム入ってから打ち始められたっていう、今までそういう感じだったんですけど、その秒数がなんて今までの3分の1程度になったので、だからここはまあ純粋な強化ですね。で、で、次に、加熱されてない場合に、あの、今までオーバーヒートした際って、こうなんか、あの、コイルみたいなやつを交換して、で、そこから打ち始められたじゃないですか。その、打ち始めまでの秒数が、まあ、めっちゃ、あの、少なくなってる。だから要するに、オーバーヒートさせても大した問題ではないっていう。だから要するに、こいつは、マジで無限に弾を打ち続けられるような、そういう武器になりつつありますね、これは。で、反動パターンも、反動が少なくなったので、これも強化ですね。で、センチネル。これは、今まで、あの、シールドセルチャージした際って、あの、シールドのみに対してダメージが増えてたじゃないですか。それを、あの、シールドだけじゃなくて、あの、肉にも、体力増加を適用させるっていう、そういうアップデートですね、これは。で、トリプルテイクは、連射速度が、今まで 1.3 秒かかってたのが 1.2 秒。ん？これ秒数なのかな？わからない。まあ、とりあえず、まあ、ちょびっと連射速度上がったかなってくらいですね。で、次にホップアップ。このクイックドローホルスターってこれ皆さん気になってると思うんですけど、これは RE45 とウィングマンにのみ適用されて、なおかつ、こう、武器を、こう、あの、切り替えるじゃないですか。切り替えた際のウィングマンの切り替えがめちゃくちゃ早いんですね。なおかつ ADS した時の速度も速くなって、で、腰ダメの精度も良くなります。だから正直、まあどうなんだろう、これね、スカルピアスだとね、あのクイックドローホルスターホップアップ、この2つで迷うっていう現象がこれからどんどん起きてくるんじゃないかなと思います。で、次、エボシールド。まあエボシールド、これはまあそうですね、結構ダメージ入れなきゃ進化しないようになりました。今までレベル5に到達するまで500ダメージで良かったんだけど、ん？違うか。500ダメージじゃないか。あれですね。レベル4から、レベル5になるまで、500ダメージだったんですけど、そこが、これ750ダメージになりましたね。だから、ここはまあ、エボシールド、これこそやっぱりスナイパーの需要増えたんじゃないかなということで、皆さん、センチネル使っていきましょう。はい。で、リングのダメージ減少。だから、まあそうだね。これ結構、あの、俺思うに、なんかスクリームとかああいう競技シーンにめちゃくちゃ影響を与えると思う。だ、今まで耐久ポータルって割と、まあ、すぐにダメージ食らって、で、あの、園外で死んじゃいましたみたいなことがよくあったと思うんだけど、
これが今まで 25% 1秒あたり 25% 体力減らしてたんだけど、これが1秒あたり 15% になりました。しかもリング6とリング7は変わりませんってなった時に、まあ、多分これ競技シーンの立ち回りもだいぶ影響を与えるんじゃないかなって思いますね。でバグの修正はまあこれですねっていう感じで、まあこれが以上になりますね。まあこんな感じで、まあシーズン7になってから、まあ大幅に環境が変わると思うので、まあ僕も含め皆さんもう楽しみにしていきましょう。まあシーズン7のね、あの開始日程は、11月5日の午前2時だったらしいので、まあそれまでね、皆さん最後の最後までシーズン6楽しみましょうということで、動画終わっていきます。皆様ご付き合いいただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。お疲れ様です。